何にお金を使うことを勧めますか？何か残るもの。だから、なんだろうな。まあ、楽器で曲作ってもいいし、なんかブログ書いて、ブログで文章残ってもいいし、写真撮って写真残してもいいし、まあ、絵描くのも全然、絵描いて、なんか、だんだん上手くなってって、イラスト売れたらいいよね、とか。筋トレはね、結構役に立つと思いますよ。最後人間体力なんで。いや、なんだろうね。体力のない筋トレしてる人っていうのがいるかどうかわかんないんだけど、結局人間って最後は人間の能力で戦わなきゃいけないので、肉体の能力値を上げるっていうのは結構大事なんですよ。で、あとね、寝るは超大事。知能と睡眠したかどうかは比例するので。服はやめた方がいいと思います。いかにお金を使わないでおしゃれな服装にするかというセンスで戦うのであればありかもしれないけど、なんだろうね。よくなんか成田空港とかで芸能人とかがバリバリロゴが入ってるデザイナーの服を着てたりするわけじゃないですか。あれってめちゃめちゃセンスねえなっていうふうに僕は見えるんですけど、例えばデザイナーとかって、ロゴの入った服って着ないわけですよ。ファッションショーとかの最後にそのデザイナーって必ず出てくるんですけど、だって恥ずかしいじゃん。でもなんかそこのなんかロゴが入ってるものを買って見せてる、その恥ずかしさっていうのが、わからない恥ずかしさっていうのが僕は気になるんですよ。まあまあ、なんだろうね。別に金持ってるんだったら好きなもの着ればいいと思うよ。そこに歩く広告塔になってても。別にそれはもう好き嫌いでいいと思うんですけど。なんだろうね。なんかそういうものを着ちゃう恥ずかしさがわからないっていう頭の悪さを露呈している感。ただこれは別に本当に個人の感想なんで。で、好きでやっていただければいいと思います。なんだろうね。なんだろうな。ブランド品ですよ、これってわかる形で着てるのって、ブランド品を着てるからこれはおしゃれなんですよという文脈で理解してくださいっていう自分のセンスとかに自信のない人だと思うんだよね。だそのセンスいい人ってブランドの名前なくても別にセンスいい服じゃん。で、結果としてブランド品な人はいるのよ。その服のラインがおしゃれだから結果としてブランド品を着てんですっていうので、あ、そこのブランドなんだ、へえっていうのはそもそもおしゃれな人という前提から始まるんですよ。だおしゃれな人が、おしゃれな服をたまたま買った結果、それがブランドだったっていう。でも、ロゴが入ってるからおしゃれでしょっていうのは、僕本末転倒だと思うんですよ。そう、物自体じゃなくて、ブランド名を見せたいんですよ。自分に自信がないから。だからブランド名がついてるからおしゃれでしょっていう、自分のセンスに自信がないからそうなるんですよ。だから本当にセンスのある人だったら、別になんか、ユニクロとかでもおしゃれに見えるわけじゃないですか。自分に付加価値がつく。ああ、だから金持ってますアピールにはなるよね。だからその金持ってますっていうのが自分の付加価値だと思ってる人は全然いいと思います。だからすげえ金持ってない感じの貧相なおっさんがなんかめっちゃ高そうな時計つけてるとモテるみたいな。それはいいと思うんだよね。その人は金持ってるアピールしたいんだったら。でもそれはファッション選手じゃなくて金持ってるアピールだよね。やっぱで、金持ってるアピールって下品じゃん。だからなんか、すげえなんか、貴金属の、なんか、ダイヤとかがついた、宝石のついた指輪をごちゃごちゃつけてる人って、僕は下品だと思うんですよ。